皆様ご機嫌いかがでしょうか投、えー、資系 YouTuber のラジオエジです。えー、今日は12月31日日曜日時刻は22時34分をわりました。まもなく 2023?3 が終わる。そんなタイミングです。ラジオエジのオヤジラジオー、えー。ということで、えー、ラジオエジのオヤジラジオ。 お届けしますが今日のテーマはこちら12月31日日曜日皆様ありがとう良いお年を皆様ありがとう良いお年を元気がなくてごめんなさい <laughs> 今日はね昨日よりは体調は悪くなくて、えー、それで今日は食欲も結構ありまして で、まあ、睡眠はいつものように長くなっちゃったんですけど、えー、割と食べることができました。ただ、この後どうなるか、食べた後にね、反動が来るので、どうなるかはちょっとあるんですけど、割と今日は、えー、体調よく過ごせました。で、まあ、あっという間に大晦日になっちゃってさ、で、昨日の動画は、まあ、やる気が出ないっていう話をして、こんな年末にさ、<laughs> <laughs> やる気が出ないとか言ってんじゃねえよ本当にと思いますよね自分でも自分にだけど本当にやる気が出なくて出なくてで今日もまあそういう状況が続いてますてやる気のなさ,なさそうな顔してますよね今日もねもうとにかく力は出ないんですよねそれで何、えー、て言うかな何事にも興味が持てない今僕は普通は、えー、矢島みたいな感じで 何かにつ、何かにつけてっていうか、何にでも興味があるわけよ。何でもこう、ちょっと世の中が動けば、え、何、何それどういうことえ、何か始まったのえ、な、誰かどうかなれば、え、え、何それってね。まあ、あの、芸能人のスキャンダルとか、なんかそういうなんか、えっと、なんか炎上ネタみたいな話は、まあ、ほとんど興味がないんだけど、だけど、まあ何か新しい動きがあればね、 面白そうな動きがあればね、あ、それ面白いねとか、えー、これからどうなるのかなとかね、そういう、まあ、あの、感覚になるのが僕なんですけど、えー、残念ながらというか、えー、そういう感覚に全くなれないまま、えー、何を見ても感動できない。何を見ても興味がわからない。えー、な、何をもう見る気もしないっていうね、 そんな大晦日で。まあ、いつも大晦日って何やってんだろうなーって考えるんだけど、うんと、大体いいその紅白歌合戦が見たくないんで、それを見ずに、まあ大体いい前は、あの、ほら、格闘技前タダでやってくれてじゃってくれてたじゃないですか。格闘技が僕は好きなんで、大晦日に格闘技をやってると格闘技を見るのがまあ習慣でしたね。で、あとは、 えー、11時、紅白歌合戦はほとんど見ないんですけど、11時45分になると、行く年来る年が始まって、それでゴーンってお寺の鐘が僕は好きなので、ゴーンってお寺の鐘が鳴って、それで、えー、京都、なんとか寺みたいな、あれでちょっと心が落ち着いて、それであ新しい年が始まるんだな、みたいなね。そんな感じで、 えー、新年を迎えるそうすると、だいたいその、えー、翌年来る年で、除夜の鐘が始まって、で、うちの地域のお寺は、12時から除夜の鐘をね、鳴らし始めるんでね、で、それを子供の頃はよく、こう、月に、一人3回ねー、とか言われて、あの集まった人数で割ってね、で、108回の鐘をさ、えー、子供たちでつくみたいな。 そんなの昔、大晦日には友達と一緒にさ、近くのお寺に行ってやってましたけどね。で、ちょうど今もだから12時になると、近くのお寺の鐘の音が鳴り始めるということで、毎年お正月だなということでね、迎えていたわけですけど、新年をね。で、今年はだから、まあ、えー、何見ようかな。で、なんかちょっと無料の、 だから格闘技もさ、別にお金払ってもいいんだけど、その、例えば、1万円とか高いじゃん。で、高いのに、えー、3分で終わったりとか <laughs>、とか、終わった直後にも YouTube に、その格闘技の結果が上がってたりすると、なんかバカバカしいんだよね。だから、えー、今年は有料の格闘技は見ませんでしたが、無料の格闘技が少しあったので、ちらっと見ましたが、えー、あまり盛り上がることもなく、 で、その後は、えー、NHK の、えー、を見て、大工。あ、たー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 たたって言って、あれですね。大工を聞いてました。大工を。大音量で。聞いてましたけど、なんていうかな。その、耳がね、やっぱり年々悪くなってくるから、昔のようないい音色で、こう、オーケストラが聞こえないんですね。 なので、えー、それでいまいち楽しめなかったりとか、あとは、今年の、えぇ、ー、バリトン、<laughs> 今年の大空のバリトンの方が、最初結構外しまして、あれね、毎年思うんだけど、あの、こう、緊張感の中で、完璧にバリトンの第四、大空の第四楽章のボ、あの、合唱の冒頭部分ね、 あれを歌うのは、そりゃすげえプレッシャーだろうなと思うわけだけど、まあだいたい歌う人たちって、えー、大空を歌うような人たちは、えー、あれを綺麗にこうこなすわけだけど、今日の大空の <laughs>、ちょっと、名前、お名前忘れましたけど、えー、バリトンの方は、ちょっとやばかったですね <laughs>。ちょっと、ちょっと、あの、やばかったですね。 ちょっと声がちょっとわずっちゃった感じで、コントロールできない感じで、多分、まああの、歌手っていうのは体が楽器なんでね、おそらくは、えー、なんだろうな、やっぱり体調が悪かったんじゃないかなと思うんですけど、それで、えー、ちょっとやばい感じで、わー、やっちまっただよみたいな、やっちまったね、これは、みたいな感じで聞いておりましたけどね、なかなかあの、大、えー、大工の第四楽章のバリトンのソロの部分で、 あそこまでこう結構あからさまにこうはい <laughs> ちょっと、えー、外してしまうっていうのはじゃあ,あんまり見た,見たことがない気がするんですけど多分ね本当にあそこに出てこられるような方だからすごい上手な方だと思うんですよだけど歌ってさやっぱり体調があるから体調体が楽器ですからね体調が悪いとやっぱりうまく歌えないんでねだから多分体調があまり万全ではなかったんじゃないかなと思うんですけどね 今ね、インフルも、えー、コロナも絶好調で流行ってますからね。まあ、そんな感じもあったのかもしれないけれどもね。そんなのを見ておりました。で、まあ、それもなんか途中で飽きちゃって、えーまあ、最後まで聞かないみたいな。だから何かね、何を見ても何を、えー、聞いても何を,何をしても、えー、なかなかね、えー、感動できないというか、えー、なんか続かないというか、どうもね、 この調子が良くない。あ、今日40、これ5回じゃないですかね。あ、これ31日ですからね。31日の日曜日で、今日は第45回だと思うんですけどね。はい。えー、ということで、えー、ありがとう、良いお年をという、あ、テーマやったっけやったよね。えー、だだ、やったよね。えー、2023年12月31日。ありがとう、良いお年を、やったよね。 だねとういよいお年をということで今日はやってるわけですけど、えー、まあ経済ニュースとかはちょっと今日もチェックしておりませんでで今日もねいろいろ考えておりましたけどなんかこう何を考えてもなかなかいい感覚になれず。 で、えー、今ね、新しい PC がね、割と高価な PC を購入したんですけど、パソコン。これが、えー、16日だったかに来るっていう予定が、実は9日にね、パソコン来たんだよね。で、今月の9日っていうのは何やってたかって言ったら、えー、高熱を出してひっくり返ったんですよね。9日の土曜日。9日10日とか、高熱出してひっくり返ってまして、その後寝たきり生活に入りまして、その後リハビリからの、 えー、12月の22日あたりからは、えー、再生 PC を出荷しなければということで、毎日1ミリずつ作業を進めて、でそれが終わったのが、えー、昨日一昨日ぐらいかなっていうところで、それでちょうど大納会で、えー、動画も一応復活して、今年っていうことになったんですけど、まあ、今年はね、本当に皆様に、えー、ご迷惑、ご心配をかけ続けた一年でした。 7月から10月まで4ヶ月の活動休止。これもまあ、なんていうか、めちゃくちゃですよね。で、1ヶ月、まあ8月には、あの、戻りますとか言いながらも、また9月、10月っていうことで、4ヶ月活動休止。で、ここでだけどいろいろ考えて、僕は、えー、今後のね、最後残り、多分20年ぐらい、10年から20年ぐらい、まあ、 健康状態によるよるるるとと思ううんでですけど活動ができるだろうとそこをどう活動していくかってことをね散々考えたわけでそれで結論が出てやっぱりクリエイティブに生きていきたいっていうことで、えー、クリエイティブな生き方をしていくんだっていうことでまあいろいろねシナリオの学校とかにも入ったりとかいろいろ考えてでいろいろやり始めましたと。 で、これがいつだっけ ?11 月だね。10月の終わりから始まって。で、11月1ヶ月頑張って、えー、やって、絶好調だったんですけど、特に何の疑問もなく、11月はね、やってて、で、もう絶好調で、このまま行くでーって感じの、えー、ハイテンションだったんですが、12月の7日から調子悪くなって、で、今度は1ヶ月間。おまあ、本当に思いもよらなかったんですけど、 んなんね、そんなた多少のさ、バイキン入ったって、なんそんなんでや,やられる僕じゃないと思っていました。そんなんでやられる俺じゃねえよと思ってましたけど、まあやられまくりまして、で、えー、ほとんど1ヶ月、まだ今日で25日目かな、えー、やられてね。まだ戻れないっていうか、 その体はだいぶ戻ってきたんだけど、一番今回メンあのダメージ受けたのはメンタルで,で、メンタルがなかなか戻らないんでね。で、前みたいに積極的にやっていこうっていう気になれないっていうねで。これは噂には聞いてたんだけど、そんなことあるはずないと。そんなの別にね、ばい菌が入ったぐらいで、 えー、また、もし自分にそういうことがあったとしても、すぐ立ち直れるに違いない。で、そもそも寝込むこともないだろうと思っていたのですが、実は、ねね、寝込んでしまい、寝たきり生活から這い上がるのが大変で、で這い上がったはいいけど、えー、今度はご飯ずっとご飯食べられないとかね、すぐ,すぐお腹痛くなるとか、いろいろあって、 で、活動休止で、で、また復活したはいいけど、復活はしてるんだけど、なんか本調子じゃないみたいなことを言って、で、皆様に本当にご迷惑、えー、ご心配、これご心配入れとこよ、これご、ご迷惑、ご心配を、えー、おかけし続けた、え一、ー、年でした。えー、本当に、なんていうかな、うん ごめご心配ご迷惑を。おかけしっぱなし、おかけしっぱなし、おかけしっぱなしの一年間でした。誠に、えに、ー、なんていうか、申し訳ございませんでしたって言ってもね、あれなんだけど、やっぱり何か言葉を、えー、発するのであれば、やっぱり本当に誠に、 ご迷惑を、ご心配をおかけしっぱなしで、本当に申し訳ございませんでしたと、誠にも申し訳ございませんでしたと言いたくなるような一年だったなぁと思います。で、そんな中皆様からは温かいメールを毎日いただき、メッセージをいただき、えー、本当に励みになりました。いろんな応援をしていただきましてね。なんでこんなにさ、あの、こんな僕みたいな もうどうしようもない、えー、おっさんをさ、こんなに皆さんが応援してくださるのかなと思うぐらい、もったいないと思うぐらいに皆様からいろいろ応援をいただきまして、本当にありがとうございました。えー、だけど本当に今年は申し訳なかったなぁって思います。えー、だから結局5ヶ月休んでたんだよね。ほぼ5ヶ月。で、全然思うように活動。まあ、最初の4ヶ月はこれはしょうがないと思う。これはね、 本当に今後の方針を練るために、えー、必要な4ヶ月だったと思うんですけど、ここで方針を練ってやり始めたものが、もう早々に崩れてしまった感じがしていて、で、ここで、えー、基盤を作って、よっしゃ行くぜって始まって、それがね、もうガラ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 ってもうね、いきなりね、4ヶ月考えて始めた生活が、 えー、ガラガラガラと崩されてしまった感じになっているのが今日現在なんですけどね。で今日もだから何かやろうというふうに思ってでそのさっきのほら16日に届いた PC9 日にね届いたパソコンこれをあの動かそうと思ったんだけど動かす気になれないんでね一応ねマウスつなぎましたで 4K モニターつなぎました。 からキーボーボドをつなぎましたで、ネット会社につなぎました。であと、電源オンにして、で、初期設定から始めていけば、えー、PC 動くんだよね。だからその電源をオンにしようっていう、で、初期設定から始めていこうっていう気持ちになれないんですよ。えー、もう昨日ぐらいからもう仕事がもうほとんど片付いたから、やればできるのに、その気持ちになれないで。あとまだね、やりたいことあって、 やっぱ歌歌いたいっていうのがあってで歌歌おうよって言ってくるわけよこう自分の中でねだけどその歌をね、えー、その今回こける前ってここにもミキサーがあったりスピーカー1個買ったりしてでケーブルも仕入れてさあとつなげば音がね鳴らせる状態になってるんですよねでちょっとだけはやってみたんですけどそれをまた今日もやろうよって誰かが言うんだけど だけど、それをやろうというその気力が出てこないんですね。それでなんかこう、しょぼーんとこうしてしまう。今日は体調悪くないから、そんなにこう寝てしまうとかいうのはないんだけど、なんかこう、しょぼーんってし,してしまうんですよね。で、その紅白とか見てると、こう、紅白ちらっと見るんですよ。ちらっと見たんですけど、えー、見てると、そうすると、すごい元気のいい人たちが、 すごいいろいろ多彩な歌を歌っていて、大活躍していて。で、その歌とかね、そのパフォーマンスを見ると、うわあすげえな、こんな元気な人たちって、どっからエネルギー来てるんだろう。ね。それぞれ活躍しててすげえな、こう、もう別世界の人たちだよねっていう。<laughs> だから、健全な時にはさ、自分だってね、自分の歌があるんだよ。よ 自分の、えー、まあ、こういう歌もいいかもしれないけど、自分の歌には自分の歌の持ち味がある。で、自分は自分で歌を歌いたい。で、自分の歌を歌いたい。受けるかどうかは知らない。売れるわけもないだろう。だけど、自分の歌にはちゃんと価値がある。自分の歌歌えばちゃんと聞いてくれる人がいる。少数だろうけど、いるはずだ。だから、自分の歌を歌わなきゃ、歌おうよっていう気持ちが、ね。 あるんだけどそれをまあ僕だから今もうう歌えば歌える曲って何十曲ってあるんでねオリジナル曲がねすでにからまあ作ろうと思えば、えー、3日もあれば1曲できるんでどんだけでも曲なんてできちゃうわけなんですけど作詞作曲が僕の、えー、特技というかまあ何て言うか、えー、一番多分自分の、えー、一番やるべきクリエイティブな部分 部門分野だと思うんでね。まあ文章も書くし、いろいろやるけどね。ねえまあいろいろ僕はやるわけですよ。文章を書く、えー、ソフトのプログラミングをするとか、えー、木工をやるとか、なんかアート的なことをやるとか、えー、歌を作るとか、えー、ね本も書いてるし、それからいろんなことを研究してね、投資の研究をやるとか。 まあ、あの、普通の、こう、なんていうか、みな、えー、方とはちょっと違ってて、土曜日休みたいとか、日曜日遊びたいとか、そういうの思わないんで、で、とにかく何かしているのが好きだから、で、何かしているわけですよ。それによって、いろんな、まあ、えー、特技というか、いろんなものが、えー、まあ、身について、いろんなことができるようになってきてるんですけど、その中でやっぱり歌っていうのはね、 最終的に、まあ声もだんだん出なくなるし、耳も聞こえなくはなってきてるんだけど、えー、まあそれでもね、歌える歌があるんじゃないかっていうことでね、思うんだけど、今日もだから、それは思うんだけど、ギターを手にする気にすらならないっていうね。ギターを手にして、じゃーんって鳴らしてみようよ。とりあえず。まあ、それでちょっと歌ってみようよってよゆ言ってくる人が自分の中に、 いるんだけどそれをやろうとする気力が湧かないっていう <laughs> そんな本当にごめんなさい <laughs> そんな気力が湧かないとか言ってちゃいけないんだけどねそんなあの状態で今年が終わっていく感じなんだよねただは結局まあでも今日も考えたんだけどこう気力が出ないとか、えー、やる気が出ないとか言ってるのは何で言ってるんだろうって思う 思ったわけそれは多分自分にとってそれは不本意で本来の自分ではないからそれに対してやっぱり腹立たしかったりからそれをやっぱり何とかしなくちゃって何とかしなくちゃこの今の、えー、状態を何とかして前のようにもっと生き生きと日々活動しなきゃいけないじゃないかっていうことを多分自分の内面は言っていて自分に対してでそれで そういう、なんていうか、あの、焦りだったり、なんか、自分に対する、えぇ、ー、焦燥感みたいなものだったりを感じてるんだろうなと。だから、多分、自分は今、えー、全力で、えー、復活しようとしているんだろうなとは思うんですよね。で、これ、だけど、それがなかなかね、えー、この、やっぱり、この、ね、ちょっと、不思議だよね、これ。この、バイキング入ったぐらいってさ、 なんでこんなにメンタルにも影響するのかね。まあお腹に力入ら,ない入らないんでね。で、今日なんか朝とかさ、なんかさ、なんか排尿障害じゃないけど、なんかあの出にくい感じがして。<laughs> で、なんかね、ちょっとこれも変かなと思って。でも、どうもね、その水分が足りないみたいだったんですよ。で、ちゃんと水分をとって、それで、えー、普通に生活、ちょっといつもよりね、水分多めに。 とって生活してたら普通になりました。だから、なんかね、いろいろなところにいろんな変な不調が出てくるんだけど、うんと、そんなになんていうかめちゃくちゃ悪いわけ、悪い状態ではないと思えていまして、で、これは多分もうすでにね、今日25日目だけど、えー、このクリスマスから以降ぐらいはだいぶいいし、で、昨日よりは、一昨日はあまり良く,良くなかったのかな昨日か。 昨日があんまり良くなかったのかなとにかく、まあ日替わりでちょっと悪かったり良かったりするんだけど、昨日は良くなかったのか二塾大農会頑張って三十日が良くなかったんですよね。だけど今日はまたちょっと元気が出てきたし、で、それを繰り返しながら多分、えー、立ち直っていけるんじゃないかなというふうに思っていまして。で、今日は、まあね、なんか元気がない姿をさ、皆様にお見せしてもね、 なんかあんまり申し訳ないからどうしようかと思ったんだけど、えー、な何か、えー、申し上げなきゃなと思う中で、やっぱりこ,これだよねと思って皆様に本当にご迷惑、ご心配をおかけし続けた一年でした。本当に不本意だね、なんていうか、まあ最初の方7月から10月はといいんですよ。<laughs> 繰り返しになるけど、いいんだけど、そのこの12月のね、 1> 約1ヶ月の、ま、あ1ヶ月までいかないんだけど、この休止期間がね、なんとも不本意で、で、えー、ここですごいダメージを受けてしまって、で、もうなんかこう、要するになんか、こう、丁寧にこう、組み上げ始めたものを、これガチャーンって、丁寧に組み上げ始めて、で、これからさ、こんな感じのものを作っていこうっていうんでね、組み上げ始めたところをガチャーンってやられた感じなんだよね。でも、あの、さっきあの、 紅白をね、ちょっと見てたら、ほら、あの、剣玉のなんかギネスのやつやってる。じゃあ、今日だから結構割と紅白を僕見ないんだけど、普通。結構、今日ぼんやり紅白を結構見てたんだよね。で、えー、見てたんだけど、それで、その時に、普通は見ないんだけど、ほと,ほとんど見ないんだけどね。多分今日は、ま、例年より見てたと思うんですけど、で、紅白の剣玉のなんかギネスのやつがあるじゃない。それ、3番目の人が失敗したん今日。 だあれ、3番目が失敗するとやばいじゃないですか。でだけど、3番目の人失敗したけど、スタートして直後だったから、もう1回リスタートして、やり直して、ダーッ最後まで行って、またなんかギネス更新したとか言ってやってましたけどね。あれ毎年やってるわけだけど。だから3番目,3番目で良かったよね。後ろの方ではちょっと取り返しがつかなかったかもしれないけど、3番目で失敗して、もう1回すぐやり直して、まだすぐダーッと行った。あれを見たときにね、俺もさ、 まだ、えっと、11月にスタート、10月の終わりからスタートしたんだけど、まあ、えー、初期の段階でちょっとガチャっと、えー、これから組み上げていこう、やっていこうっていう思うね。十、えー、10, 10年、20年やっていこうと思う初期の段階で、ガチャってやられたけど、で、ほれって、えー、壊しちゃうとほれってやられたわけだけど、おいって。<laughs> これ今、組み上げ始めたところでんだよって思って、ちょっとがっかり来たわけだけど、まだね、そんなにすごくこう、できていってるわけじゃないし、最初のスタートのところでガチャンってやられたわけだから、今日の、えー、紅白の剣玉ぐらいかなと、もしかしたらさ、そんな感じもちょっと見てて思いました。なので、えー まあ今日は31日でいろいろ昨日とあまりメンタルは変わらないし何も今日はこれといってできたこともなかったんですけど、えー、まあでも少しだけちょっと、えー、考えは進んだのかなそれでまあ明日、えー、元旦なんでね本当はさ元気になったらさ明日ちょうど天気もいいしね、えー、静岡まで走ってさ えー、初日の出とか拝みたいなとかいう気持ちもあるんだけどね残念ながらこう体が体力は許さないんでねそれはねそんなことやったらちょっと何などうなっちゃうのかちょっと分からないぐらい体力しかないのでそれはできないんですけどまあえー、ねまあ来年の今日はさ、えー、こんなんじゃなくてもっといい感じで迎えたいしね、えー、そのための 明日からね、一日、1月元旦、1日始まってくるので、それを少しでも、何とかしようというふうに思っております。今年はもう何もできなくて、僕、結構いまだに年賀状を書いてるんですけど、今年は年賀状を書けなかったですね。 これは初めてのことじゃないかなと思うんでね。昔も忙しくて年賀状書けなくて、お正月休みの間に年賀状書いてるみたいな変なことやってたこともあって、なんかとにかく休むのは下手でね、昔から休めないまま来てるような人生で来てるんですけど、で今年は本当に年賀状が書けなくて、えー、そのまんま来てしまいました。で、書こうという気にとうとうなれなかったんですよね。 やればできたかもしれないね。<laughs> もう、それもできなくて。一応買ってあるんですよ。年賀状はね,ね。それもできなくて。だからまあ、なんていうか、不本意の、うん、不本意の上に、不本意が、えー、積み重なったような、そんな2023がね、まもなく終わっていこうとしています。まあ、これからね、えー、ちょっと、えー、まあ、例年通り、 行、えー、く年来る年を見て心を打ちつけてしてもう一回ねえ、ね、いろいろ考えて、えー、なんとか、えー、立て直していこうかなと思っております、えー、2023年12月31日ラジオエジこと、えー、僕の名前は長谷川正和と申しますが皆さん僕の名前知ってますか <laughs> 長谷川正和と申します えー、この本名で、えー、本も書いておりますが、ね、えー、まあ、えー、今年はね、本当にそんな感じで、なんとも言えない一、えー、年でした。来年はどうなるんだろうね。2022年はさ、まあ、なんかトレードを狂ったようにやってて、大、え、損、ー、ぶっこいて終わった2022年でした、えー。で、2023年は、 9C の2023年、まあ、ほとんど5ヶ月ぐらいは休んじゃった2023年でした24年ぐらいはさ24年以降ぐらいはさなんとかもうちょいまともに行きたいなえー、で何かこう創作クリエイティブな成果を出していきたいなと思っているわけなんですけどまだ力は出てきませんが、えー なんととか再起を図っってていいきたいと思っておりますまあね、だから悔しいよね。こんなさ、金が入ったぐらいでさ、やる気も出ねえとか言ってて、それ自分が悔しいよね。だけど悔しいけどね、しょうがないんだよね。本当に力が出てこないからさ。<laughs> まあ本当に、こればっかりはね、えー、どうしようもない。 まあ、おとなしく、えー、今日もだからできるだけ休息を取っていたわけですけど、えー、明日もできるだけ休息を取り、あと3日間ね、休息を取って、で、4日は大発会だから、えー、大発会あたりまでにはさ、えー、メンタルを立て直せればいいなと思っています。えー、皆様、本当に今年は、えー、ご心配、ご迷惑をおかけし続けまして。 申し訳ございませんでした。えー、なんとか再起を図っていきますので、えー、引き続き皆,皆様の、えー、ご支援、応援、賜れば、あえー、いただければ、<laughs> 賜りたくいただければ、えー、幸いでございます。ということで、本当に皆様、あの今ね、昨日も言ったけど、今5類になってね、結構うようよしてますからね、えー、本当に。 でみんなが安心してもう終わったとか言ってるから、そうではなくて、今が危ないんでね、皆様、あの本当に、えーえー、対策はね、やって、やりすぎるってことはないので、やられるとね、ひどい目に遭いますからね、まあ人によってはさ、全然大丈夫で、あんなの、なんか熱も出まなかったし、なんでもなかったですよっていう人も多いんでね、多いんだけど、中にはね、僕も結構ひどいし、僕よりもっとひどい方もね、たくさんいらっしゃって、 本当にもう、あのー、どうしようもなく大変だったとか、大変だ、今が、今も大変だっていう方からもメールいただいてるんですよね。なので、皆様、どうか、えー、本当に健康で良いお年をお迎えいただければと思います。そのためにはね、えー、油断しないで、えー、いろんなね、ばい菌があなたを狙っておりますので、<laughs> ね、今ね、いろんなのが狙っていますので、それにやられないように、えー、ご注意くださいませ。 ということで、えー、皆様ありがとう。良いお年をということで、ラジオエジからの今年最後の、えー、メッセージでした。えー、ラジオエジのオヤジラジオはできるだけ来年もね、続けていきたいと思っておりますので、えー、よかったら聞いてください。まあ、えー、本当にね、<laughs> 本当に、本当に申し訳ない内容の動画なんだけどね。それでは皆様、えー、この辺で。 えー、改めまして良いお年をということでラジオエジでした。ありがとうございました。